皆さんこんばんは。 HKT48 の馬場さやかです。宮崎さのです。本日も私たちのラジオ番組サガーズのお部屋が始まりました。イエイ。さあ9月に入りまして、もう7日も経ってますけども、はい、早いですね。もう7日ですか。もう7日経って1週間経っちゃいました。9月に入って、いやー恐ろしいねー。あと2日後にね、卒業公演が控えてたり。そうですね。来月にはもう幕張も。幕張。が来たりと。まあ今月はね、リハーサルたくさんやると、うん。おしゃべり会とかオンラインもありますしね。え、どんな気持ち？初同期卒業って。え、今、現段階は本当に実感湧かなくて。さやかは全然なんかケロッとしちゃう。感じですね。なんかどちらかといえばユエルとかあかりが寂しがってるイメージありますね。そうそう、今日も、あ、今日もっていうか今日このオーガスタの日なんですけど、この日がなんかユエルがずっとなんか関さんの方見てねえ寂しいってずっと言ってて、かわいい。ユエルってそんなこと言うんだ。あんまり言わなそうなのに、そう、うん、かわいい。卒業しないでってずっと言ってて、かわいかった。かわいい。何それ。最初って実感ないよね。実感ない。一人目ってね。多分当日とかになって、もう公演、卒業公演も終盤とかにならないと、本当に実感しないんだろうなと思いますね。うん、確かに。いやー。早いなー。早いよね。だって、発表してね、まだあると思ってたら。そうなんですよ。もうすぐ来ちゃって。ね。ジーナさんとなっちゃんも卒業。本当だよ。本当ですよね。やば。あー、みじー。3人ってでかっ。ねえ。そうやってね、コンサートまた迎え、もうコンサートとかでね、さらに実感する。確かに、さらに実感するんだろうな。ねえね。いい。あ、寂しいですけどね。はい。まあ、卒業はね、素敵なこと。一歩ね、うん、踏み出すの本人が一番ね、そうですね。ことですか。めでてえことですか。めでてえことですよ。めでてえこと。こう笑顔でね、お見送りできるようにね。うん。頑張ろう。頑張りましょう。頑張りましょう。では、タイトルコールいきますか。はい。馬場さやかと、宮崎さんのせーの、サガーズのお部屋。改めまして、皆さんこんばんは。 HKT48 の馬場さやかです。宮崎園です。本日も私たちのラジオ番組サガーズのお部屋が始まりました。イエイイエーイ。では早速いただいたお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームチーさんからです。はい。サガーズのお二人こんばんは。こんばんは。こんばんは。ケイさんお疲れ様です。毎週楽しく拝聴しています。さて佐賀のグルメといえば、園ちゃんが JR 九州さんとのコラボでレポートしていた呼子の、これイカっていうの？イカっていうみたいですよ。へえ、イカが有名ですが、その他にもダメだ、みかんっていうもらしいです。えー、なんで全部漢字で送ってくんの？ググりました、さやかも。みかんやシシリアンライスとかありますよね。これらは東京でも食べられるのですが、最近見つけたのが小城市のマジェンバっていう地元グルメです。佐賀空港のレストランにもあるそうですが、お二人は食べたことありますか？とても興味があるので、いつか劇場鑑賞が叶った時佐賀に足を伸ばして食べてみたいと思っているのですが、もし食べたことあったらどんな料理なのか教えてください。あ、有名な都市駅ホームのうどんも食べたいと思ってます。少し秋の気配が近づいてきた感じですが、まだまだ暑い日が続くと思いますので、体調に気をつけて頑張ってください。幕張メッセ楽しみにしています。ありがとうございます。マジェンバ知ってますか？マジェンバ知ってます ね。聞いたことはあるんだよね。食べたことありますよ。マジ？はい。どんな、どんな、これはですね、あの混ぜそばみたいな感じで、わー、ラーメン食べたい。マジそば、マジェンバみたいな感じですね。あー、混ぜなきゃ。はい。
混ぜんばいかみたいな感じで、うんうん、混ぜんばっていうらしいですよ。混ぜんば、まあ、そうなんですけど、食べたことない、食べたことないです、全然嘘です。でもぽいよね、多分相談じゃない、なんですか混ぜんばって。ないです、ないです、嘘です、嘘です。え、ワンチャンそうなんじゃない、調べてみるけど。マジェンバ、ちょっとさ、今 Wi-Fi 使えないんで調べれないんですよね。あ、なんか合ってるよ。どんなの、どんなの、麺だよ。きますきます、合ってる、合ってる。混ぜそばですか。うん、混ぜそばだね。気まずい、気まずい。マジエンバ。気まず。中華麺だね。そうなんだ。うん。合っちゃってた。まさか。めっちゃ美味しそう。マジエンバ。いや、お腹空いてきた。どんなんですか？ちょっと見せてください。本当に見れないんですよ。Wi-Fi 使えないんで、本当に。なんかね。あ、じゃあ、想像で。あれかな。中華麺ってことは黄色っぽい麺ってことですか？そうだね。そういうわけじゃない。中華麺って違いますけど、黄色。あ、中華麺、中華麺。めっちゃ美味しそうだよ。全部。どこのお店も。へぇ、それは何？おぎ。うん、おぎ、おぎ。なんだ。おぎ市の B 級グルメ。で調べよう。あ、すごい、おいしそう。やばい、めっちゃお腹すいた。なんか上に卵黄乗ってるんですね。絶対おいしいじゃん。おいしそう。食べたい。食べたい。お腹すいた。わー、食べたい。なんか麺食べたくなってきた。いいですね、マジェンバ。わー、待って、やばい、もうめっちゃ、あーもう。その時間にやめてくれ。食べよう、今度食べましょう。福岡とかにもあるんですかね、お店。さすがにないか。ないんじゃない、探しかないか。だってご当地の B 級グルメだし。あー、そうかそうか。じゃあぜひ皆さん佐賀に来ていただいて、ぜひお待ちしてます。マジェンバ食べていただいて、食べていただいて。マジお腹すいた、やめてほしい。ダメです。もうこの話は終わりにしましょう。はい、終わりましょう。次に行きましょう。はい。はい、では、続いてラジオネーム、プリントーさんさんからです。ふのちゃん、まるちゃん、こんばんは。こんばんは。先日の放送でも、今年もあとわずか4ヶ月ってことで驚きですよね。夏も終わると思うと、ちょっと寂しくなってきちゃいます。とは言ったものの、まだまだ暑い日が続いています。外を歩くときも、なるべく日陰を通るようにしてるんですが、うちの周りは、高いビルがほとんどなかったり、昔のアーケードの屋根も撤去しちゃって直射日光当たりまくりです。もちろん地下街なんておしゃれなものはありません。なので男性用の日傘と、最近では幼稚園生が帽子の後ろにつけている布、あネックシェードとかタレとかいうらしいですをつけて直射日光は浴びないようにしています。サガーズの2人は日差しを避けるために避けるために工夫していることはありますか？それではとのことで、ありがとうございます。日差し、やっぱ日傘、日傘だよね。さすかな、はい。あ、日傘、言うて日傘日傘、うん、かな。やばいやばいやばい、日傘かな。日傘ですね。他の何でもない、日傘です。日傘です、大事です。日傘は大事。あと地下街歩くようにしたりとか、このそれこそ福岡天神とかの時はいいよね。地下街あるの本当に、地下街っていい、素敵、便利。うん、一生地下街続いててほしいですもん。わかるわかる、もう地上に行きたくないですかね。ですかね。
あとなんか、それか天神とか博多とか、なんかこう建物が、建物同士が割とつながってる場所、うんうんうん、は、なんかいかに外に出ずに、端まで行くかみたいな、やったりしてます。例えば三越からパルコとか、あ、意外と遠いんですけど、あの、中通っちゃえば、三越とソラリアとパルコってつながってるんで、一回も外に出ることなく行けちゃうんですよ。岩田屋とかもじゃない？はい、行けます、行けます。一見遠そうに見えるけどさ、地下が。そう、地下が歩けば行けたりするんで。やばい、超福岡遠くになってる。そう、もう、熟知してるぞ、その辺。わかる、わかる人。めっちゃ詳しくなっちゃって。ぜひ福岡来た際に。あ、福岡言ってたのはここなのか。ぜひ。ぜひぜひ。ぜひぜひ。やばい、さっきのマジンバが。マジンバが。頭が離れない。うん、うん。やっぱ日傘は勝てんわ、マジンバには。日傘じゃ無理だった。ちょ、弱かった。日傘は、うん。ちょっと弱かったかな。何を言ってんだか。本当に。本当に。本当に何言ってんだかだよ。でも9月に入ってすのちゃんと何鍋絶対行こうねって。そう約束したね。今日誓ったんですよ。この間、いつだったよ。8月頭ぐらいに、はい。結構前ですよね。そう、予定合わなくて行けなくて。はい。そう。もつ鍋行こうって。絶対行こうねって。行こうね。報告を楽しみにしてきてください、皆さん。待っててください。ということで、本日もよろしくお願いします。HKT48 とっとおとチャンネルをキーステーションに配信中。馬場さやかと宮崎さなの、せーの、サガーズのお部屋。48の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の密着はいぶきです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。いぶくるの休み時間を聞いて明日からも頑張りましょう。HKT48 の自動エネルです。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、おしゃべりしてますよ。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週金曜日22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。馬場さやかと宮崎そののせーのサガーズのお部屋。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。せーの、サガーズのサガ、これって私だけ、あの人だけ。男の差が女の差がと言われるように、人にはそれぞれ個性があり特有の癖も持っています。リスナーの皆さんの周りにいる癖がある方を教えてもらおうという企画になります。それでは早速お差がを紹介していきたいと思います。これかな。ラジオネーム生レバーが食べたいさんからです。お、食べてください。まるちゃん、そのちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオ聞かせてもらってます。早速ですが、ビジネスホテルのお風呂の入り方について2人に聞いてほしいです。そう、僕はホテルのお風呂に入るとき、空っぽの状態で湯船に入り、それからお湯をため始めます。なぜかというと、家のお風呂はお湯張りスイッチがあって勝手に適温適量でお湯がたまるようになってますが、ビジネスホテルだとその機能がないので、暑すぎたりぬるすぎたり、またお湯が溢れたりしないか心配になり、結局お湯がたまるまでずっと見張ってしまってました。ある時、見張ってるぐらいなら最初から入ってたらええやんと思い、それから先に入ってからお湯をためることにしました。その入り方をしてから、お湯は自分で微調整しながらためるので必ず適温になるし、たまったら自分で止めるので溢れることもないし、なんならお湯が溜まるまではなんちゃって半身浴にもなるので、
むしろ健康的な入り方ではないかと思うようになりましたホテルに泊まる機会が多いお二人にもぜひこの入り方を試してほしいです。これってお下がりになりますか？おへー、これでも意外と参加もするかもしれない。そんなもするかも、うん、するかもな、うん、するかも、はい、なんか髪とか洗ってこの流れでお湯ためるみたいな。そのもしちゃうな、めんどくさい待つのが意外と熱くなりすぎちゃうんですよね、こうやって、ね、待ってると。はい、しかも何度っていう設定できないじゃんホテルって。うんうんうん、むずい、あの40度とかさ、ぐるぐる回すやつだから。そうそう、めっちゃ、って言われてるないですか？そもそも溜めなさそう、お湯を、黒木さんは。あ、わかるえ、そうだもん、逆じゃないですか？いや、自分家じゃ溜めないよ、なんか逆だ。あのね、一人で生きてたらね、めんどくさいのよ。全然。だってなんか自分、自由分。自分一人のために掃除して。え、自分一人のためにお湯食べて。自分が入るから掃除するんですよ。いやー、違うんだよ。そう、一人暮らししたらわかるよ。そうなんだ。うん。ではさよなら判定を。はい、この方はノンおさがで。お、なんでやってるから。そう、さやかとそのちゃんがやってるかもしれないっていう、そうね、ところがちょっと出ちゃいましたね。あー、残念です。ここにいました。ここに2人もいっちゃった。意外とね、言ってないだけでね。そうそうそう、やってる人多そう。うん、いそういそう。あるあるかもですね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続いてラジオネーム、シューマニアさんからです。サガーズの二人は、牛丼ってよく食べますか？牛丼と聞くと、吉野家、松屋、すき家の三大チェーン店が思い浮かぶと思いますが、松屋限定で、ある変わった食べ方をするのにハマってます。松屋には、定食や、サラダ用にいろいろタレやドレッシングが置いてあるんですが、僕はその中からサラダにかけるはずのフレンチドレッシングを牛丼にかけて食べてます。見た目から合わない、想像もつかない味に驚くと思うんですけど、これが癖になってやめられないんです。一度騙されたと思って挑戦してみて。と、こんな変わった食べ方をする僕っておさがですか？そして、そのちゃん、まるちゃんは人がやらないような変わった食べ方をするおさがは持ってますか？とのことで。さか松屋ってそもそも行ったことないんですよね。その松屋行ったことない、食べたことない。本当に本当に松屋関係者様申し訳ない。初めて一人で牛丼デビューした、はい、おー、ソロ牛丼。ソロ牛丼した。あ、ちなみにどこに行きました？多分吉野家。あーすごい。フレンチ絶対牛丼の方がな、そのままの方が美味しいって。でもそのわざわざかけたりはしないけど、はい、そのお弁当でさ、めっちゃご飯が入っててもう、はいはいはい、ご飯しか余ってないみたいな、うんうん、時に、なんだろう、ちょっとその辺にあるタレ借りるかも。それはある、それはちょっとそおかずの残りのわかります、やつを借りちゃう。ご飯にタレってめっちゃ合うんですよね。美味しいよね一番美味しいよね結局タレご飯って結局一番美味しいんですよ。結局一番美味しいよね。わかるわかるわかる、確かに。でもだからそれでフレンチドレッシングをかけるかってことですよ。いや、わざわざかけはしない。あったとしてもフレンチドレッシングはかけない。うん、すごい。はい、あ、確かに美味しそうです。牛丼の種類多いし。今度もし気が向いたらやってみようか。うわ、牛丼食べたくなってきた
もう何でもいい。今度は。何でもいいんだ、多分。では、そのちゃん、判定をお願いします。はい、こちらは、おさがです。おさが。おー。わざわざ上にご飯の上に牛が乗ってるのにかける人ってのはなかなかいないんじゃないかということで、だって牛丼でもだけでも味あるじゃないですか、普通に美味しいのに。そうね、すごい。でもちょっと気になるよね。うんやろうとは思うけどそう、やろうと思うけどやろうとは思うけど、ちょっとなんかやってる人がいたら一口欲しいな。あ、わかるわかる自分のでやりたく自分はやりたくないありがとうございます。ありがとうございます。続いてラストですね。ラジオネーム、はい、ポテトさんからです。さやかちゃん、すんちゃん、くろきさん、お疲れ様です。お疲れ様です。さて、お二人はご飯派でしたっけ、パン派でしたっけ僕はご飯派でもなくパン派でもなくそば派なんです。1年ぐらい前まではご飯派だったんですけど、はいはい、去年の夏にそば食べようと思ってから完全にそば派になりまして、今ではほぼ毎日1食か2食はそばを食べています。そばってどこでも売ってますし、どこの町にもそば屋さんがあるので、毎日そばを食べ続けるのって結構楽だし楽って楽ってないんだ食べ過ぎたり外食が続いてもそばだとあんまり罪悪感なくていいですよ。しかもおそば屋さんに行くと珍しいものが乗ったおそばも結構あって、チーズそばとかフライドポテトそばなんてのもあります。やだ。そういったそばとトッピングとの最高のマリアージュを探すのも楽しいんです。あと僕はそば派になってパンをほぼ食べなくなりました、うん、今は2ヶ月に1度ぐらいしかパンを食べないです。だからたまにパンを食べると普通のパンでもびっくりするぐらい美味しく感動しますお二人の周りにはそば派の人はいますか？おさが認定またはおそば認定をよろしくお願いします。誰かうまいこと言えと。そば派。ちなみにそのちゃんはご飯派ですかパン派ですか？そば派でもいいですけど、その最近ね、はい、好きな食べ物何って聞かれたら、その炭水化物ってね、はいはいはい、答えたね。だからその炭水化物好きだから。そばって炭水化物ですか？どうなんだろうね。でもそば粉、そばって微妙、一番微妙なとこにない？うん、でも麺類の中ではヘルシーって言われてるじゃないですか。ダイエットにもいいっていうしね。うん、いたもん友達に。いました。蕎麦ダイエットで大量に蕎麦頼みすぎてもう食べたくないって言ってたありますよね、食べすぎて家にめっちゃあるで今日も帰ったら蕎麦って言ってたきつ。うちの兄ちゃんもなんかチーズ食べすぎて、うん、チーズアレルギーになったらしい。めっちゃもうやば、なんか美味しかった、美味しくて食べ過ぎたらしいんですよ。ただアレルギーになったって意味わかんない。気をつけてくださいね、そばアレルギーにならないでくださいね、この方。そんなことあるんだでもうどんかそばかって言われたらそばだな。さっきうどんです。でも多分今夏だからなんで。夏だからこそうどん食べたくなりません？今年の夏めっちゃうどん食べちゃう。マジ？はい、冷凍うどん。つるっと。つるっと。つるっと。ああ、はい。おさがか、おそばか。では、この方は、おそばで。あっ最後に言って。おそば、はい、なんで？なんで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 大阪じゃないの？おそばに対して疑問を持ってない。いや、これはあのおさがも含めておそばですね。おさが。おお、なるほどなるほど。はい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 。なんか珍しいじゃないですか、なかなか毎日そば食べ続けるのが楽っていう感想の人もなかなかいないし。楽って何だ。ほぼ毎日一食か二食はそばっていうのもすごいよね。すごいし、はい、本当に好きなんだろうね。そば愛が感じられましたね。
アレルギーにならないこと祈ります。本当に祈って。でもチーズそばとかね、すごいですよね。ね、美味しそう。何のあるんだ、なんかパスタみたいになりそうじゃない。うんうん、確かにね。甘いおそばとか出てきたらね、わあ、チョコにつける。ちょっとやだ、ちょっとやだ。チョコレートフォンデュみたい。あ、ちょっと嫌。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上サガーズのサガ、これって私だけ、あの人だけでした。HKT48 の下野ゆきです。下野ゆきのナイトトーキングルーティーン、素の下野で話しています。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週土曜日22時に HKT48.TOTO チャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音、ファーストトーク、ゆるっとまったりおしゃべりしてます。あなたの耳の恋人になれるかも。毎週月曜日22時に HKT48.TOTO チャンネルで配信中。私をタグ付けしてください。HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、マイペースに喋ってます。ここでしか聞けないことも話しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 トットオトチャンネルで配信中。みんな集合。ババサイカと宮崎園の、せーの、サガーズのお部屋。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。早い。今日はなんか食べ物の話題がね、詰まってましたね。もう多発してた気がするけど。確かにいろいろありましたけど。何が食べたい今？今ですか？それがもつ鍋ですね。そっちなんや。まさかのそこ。まさかのそこなんや。びっくりした。もちろんですね。そのは何食べたいですか？釜玉うどん。なんでそこそばそば派って言ってたじゃないですか。かまたまうどん食べたい。どこでかまたまうどんに惹かれたのかめっちゃ気になる。皆さんは何を食べたくなりましたか？今は10時30分ぐらいですかね。そうね、聞いてる人はね、ね、食べちゃえよ。変わらなくて食べちゃうよ。食べちゃうよ。悪魔のささやきが。本当ですよ。うん。まあ、食べたい時に食べてください。はい、本当ですよ。幸せをかみしめて食べてください。ね、本当にそう。ね、これさ、いつもソノが読むからさ、さやまる読んでる、はい、今日。まさかが？うん。では、読ませていただきます。はい。番組の感想やお便り、企画は、番組専用の Google フォームから送ってください。また、SNS でつぶやく際は、ハッシュタグ、サガーズの部屋、ハッシュタグ、サガーズのおまでがひらがなで、部屋は漢字で、つぶやいてもらえたら嬉しいです。おうって何ですか？そう、言うのやめてたからさ、それ。そう、もっと最近言ってないなと思って。そう、言ってました。ちょっと久しぶりに言ってみました。それでは、また水曜日にお会いしましょう。せーの。バイバーイ。せーの、いらんか。